最後ですけども、学校における自転車交通安全教育です。まあ、コロナ禍の前においてですね、自転車教育ということは自転車持ち込みなんかにおいてやってあったと思いますけども、コロナ禍以降においてそれが、ストップしていたかなというふうには思います。ぜひこれの再開をしていただきたいのと、そして再開するにあたっては、コロナ禍において懸念されていたようなことに対する課題の克服と、そして、どうせなら同じことをするのではなくて、新たな視点におけるそういった、自転車交通安全教育の実施をしていただきたいな、このように思っております。はい。まず、これまでの実施内容は実施頻度について、教育委員会からお願いいたします。渡辺学校教育政策部長。はい。学校における自転車交通安全教室におきましては、小学校におきまして、毎年、市場の当て警察の主催により、1年生においては歩行者のルールに関する交通安全教室、3年生におきましては、自転車のルールに関する交通安全教室を実施しております。小学校の運動場に仮の信号や横断歩道、踏切等を設置し、お話を伺うだけでなく、実際に子どもたちと動きを確認しながら、実践体験型の取り組みとして交通安全について学んでおります。また市場の当て警察署管内の代表としまして、一般社団法人交通安全協会が行っております交通安全子ども自転車大阪府大会、こちらに数年前より市内小学校1校の6年生が出場をするなど、交通安全教育の効果をより一層高める取り組みにも参加しております。先ほど議員からございましたコロナ禍におきまして座学が中心ではございましたが、今年度また再開をしっかりとしていきたいと考えております。東議員。はい、ぜひよろしくお願いいたします。続いて実地での教育および映像教育などによる教室での教育を充実ということで、レベルアップしたような形でのお話になります。まず自転車を使った実践での教育ですね。新型コロナウイルス感染症対策における、プログラムもしっかり想定しなあかんと思いますし、自転車やヘルメットを共有する際の心理的な不安や抵抗感の払拭も必要でしょう。充実した実地での教育が必要になるかと思います。このあたりお願いいたします。木村市民生活部長。はい。本市の交通安全教室の内容についてお答えをします。この教室の開催は大阪府警察との連携のもと、主に保育所、幼稚園、小学校で実施をしており、保育所、幼稚園では園庭内に模擬信号機や標識を設置し、正しい安全な道路の歩き方や横断の方法、信号の決まり、雨の日の注意、防犯の指導など基本の交通ルールを楽しく学んでいただきます。小学校の低学年では同様に道路の安全な正しい歩き方、横断の方法、信号の決まりなど歩行を中心とした交通安全教室プログラムを実施しており、高学年になりますと校庭内に模擬信号や標識を設置し、自転車乗車にかかる実技指導を取り入れた内容としておりましたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため令和2年度より大阪府警察との協議を経まして、大都市交通安全リーダー派遣事業であるこの交通安全教室の開催を中止しておりました。今年度に入りまして新型コロナウイルス感染症が5類に移行したことに伴い、ようやく再開をしたところでございます。しかしながら小学校高学年における自転車を使用する実演講習につきましては、限られた自転車の台数を参加児童が順次使用すること、ヘルメットを共用で使用することで接触による感染の可能性が懸念され、いまだ児童や保護者の感染にかかる心理的不安を完全に払拭できる時期ではないことから、現時点においては自転車やヘルメットを共用使用する実演講習にまで至っておらないのが実情でございます。現在本市で実施している交通安全リーダー派遣事業、交通安全教室は保育所、幼稚園、小学校だけではなく自治会、老人会、法人等を広範囲にわたって対象としており、交通安全教室に警察官を派遣している大阪府警察は、今後の自転車安全教室では努力義務化をされたヘルメットの着用が必須であり、受講される方は
個人所有の自転車用ヘルメットを持参してほしいとの意向がございます。来年度には自転車を使用する実演講習の再開を検討したいと考えておりますが、自転車やヘルメットを共有する際の心理的不安や抵抗感等の問題を払拭する方法、参加者のヘルメット着用、貸し出し、マイヘルメット持参について学校警察と調整をする必要があると考えております。以上です。東議員、はい、よろしくお願いいたします。まあ、課題はもう明確に整理もしていただいておりますので、まあ、しっかりとそれを克服していく中で来年度には実施をしていってもらいたいなと、まあ、このように思っております。でまたですね、教室での交通ルールの教育ということについては、まあ、進めてきているところではございますけれども、効果的な教育ですよね。まあ、過去の交通事故の事例とかですね、まあ、そういったことを踏まえてほしいですし、まあ、特にこの保護者様に向けた取り組みということについてもですね、しっかりとエッセンスを交えていきながら、まあ、親子でですね、こういった課題に対して取り組んでいけるような体制づくり、こういったことが必要になってかろうかと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。